はい、どうも皆さんこんばんは。ということで今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですねこちら、パプリカをフクロモモンガのミミコにあげていこうかなと思います。それではやっていきましょう。はい、ということでパプリカなんですけども、もう本当にね栄養価的に言うと野菜の中のもう王様って言っていいぐらい、まあこれは僕が勝手に言ってるだけなんですけども、ものすごく高栄養な野菜なんですよね。特に注目すべきは、ビタミン A スって呼ばれているビタミン A、ビタミン C、ビタミン E、 これが豊富に入ってまして、特にビタミン C はねもう野菜の本当にもうトップレベルなんじゃないでしょうかね。ピーマンがそれこそビタミン C がすごく豊富に入ってるって言われてるんですけど、そのピーマンってね確かねトマトの5倍ぐらいビタミン C が入ってるんですよ。そのピーマンの約2倍、パプリカってビタミン C が入ってるって言われてるんですよね。いやすごいですよね。早速取りましたね。1個美味しそうに食べてますね。何よりねフクロモモンガがねパプリカのこの甘み、まあ、うちの子かっていうことに一応ちょっとしとこうかなと思うんですけども、この甘み結構好きなんですよね。よく食べてくれるんですよ。そうだからもう本当にパプリカって夏が旬の野菜なので、この時期にこれを食べてくれるっていうのはすごくありがたいことだなと思いますね。きっとフクロモモンガにもやっぱりそれなりに効果あるでしょうってまあ僕は思っているので、うん、ありがたいなと思いますね。美味しそうに食べるもんねよかったね。いや本当にね食べてる間にパプリカを今日歌おうかなってちょっと思ったんですけども、パプリカのちょっとね、素晴らしい魅力を説明していたら、まあ、ある程度ちょっと時間が経っちゃいましたね。いや僕ねパプリカの歌結構実は好きでね、子供たちが歌一生懸命歌ってるじゃないですか。あれも結構好きで、あとはね運動会シーズンになったりとかすると、あすごい綺麗に食べましたね。よかったよかった。よく小学校のところからとか、なんか小学生がさ、その応援歌みたいな感じでパプリカを歌ったりしてる声が、たまに聞こえてきたりとかしたことがあったんですよ。うん。そういう時に、あ、なんかいいなって思ってた記憶がありますね。そうなんか子供たちって応援とかになると本当にガチンコで一生懸命になるじゃないですか。ですごい声を張り上げて歌ったりするじゃないですかね。なんかパプリカ花が咲いたらみたいな晴れた空に種をまこうみたいないやそういうのがね本当にああいいなーって、僕らの時もなんかそういうのあったじゃないですか。うん、懐かしいなーって思いつつ、その子供の頃のなんか情熱みたいなものが忘れちゃいけないなーなんて思いつつ、でもなんか大人になるといろいろあるよなーなんて思いつつでもなんかあの時の一生懸命だった気持ちみたいなものは大事にしないといけないですね。すごいミルクそう3個目はねちょっとミルクをかけてあげてみたんですけども、どうやらねこれミルクだけ舐めてもうちょっとお腹いっぱいになってきてるかなっていう感じはあったんですけど、それでもこれちょっと食べてますからね。いや大事そうに持って、本当に好きなものは手放さないんですよ、うちの子はね。うんこれ分かりますよねしかもちょっと落としてるし食べようとしてて今食べようとしてって何て言えばいいんだろうな今の
一瞬ちょっと口がエアになってましたよね。いや可愛いですね。はい、ということで本日も動画終わりになります。最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。ありがとうございました。